吉田さんなんかね人生は笑えない冗談の連続だっていうふうなね言葉がね昔あったんですよ。これは就職戦線異常なしっていう小田裕二さんと的場浩二さんが出ていたあの、まあ、就職をねしようかと思って就職活動している大学生のストーリーなんですけどもね当時私もちょうど同じ場面にいて。 あのテーマソングがどんな時もだったんですけどもね槙原紀之の,の,のまさにね人生は笑えない冗談の連続だというふうな言葉が今でも心に残ってますよねでも私は今はね、うん、まだ笑える身分ではないかもしれませんけどもでもドラマの毎日を送ってるななと思いますよねなんか全てがね切り取れるっていうかね子育ててをししもドラマチックだし 車に乗ってもドラマチックだし一人で何をしていても過ごしていてもドラマチックだしねまあ恋愛も家庭もそうなんですけどもね全部がなんかね BGM がかかりますね私の人生にはなんかね効果音がドーンと入ったりとかね、えー、ちょっとまあ超ナルシストなんですけどもでもそのぐらい人生楽しまないと嘘ですよ本当に悪夢ですよ自分の人生を自由に操れる自分という主体がいるのに誰かの脇役になってね なななかなか自分の人生が始まらない気が付いたら50になってましたとか言って、うん、私はそういう人生はねもう歩みたくないなと意にそぐわない人生を送るぐらいだったらそんな人生はねもう自分の命じゃないですよいやこれ他者にね言いたいわけじゃなくて自分に課してることなんですよね、うん、だから自分の気に入った車と隣にね誰かが乗っていようと乗っていまいと 常に自分が主人公でうんそれがないな、うん、だからこの人生は失いたくないなと思いますね、まあ、同時にそんな人生を過ごせた日々に大満足、うん、だからいつ最終回が来ても惜しくないなと思いますだからこそなるべく最終回を後ろ倒ししたいなと思いますけどねいっらっしゃい